ソロトークライブをやってソロトークライブといつゲストにも出ていただいたんですけど一部前半は僕が1人で喋って後半ゲストとのトークだったんですけどゲストどうしようかなと思ってコント村っていうイベントがめちゃくちゃ大盛況でコントをやる若手芸人たちがコントについて喋るみたいなイベントがもうめちゃくちゃ人気だったらしいからそれにあやかって漫才町っていうのにして。 本当に冗談じじ同ゃあそうなっちゃったのかもしれない自然とコント村がとにかく人気だったからこれはもう漫才町しかないと思ってコント村ってそれこそロフトプラスワンでやっててもうパンパンでゾフィーの上田さんとか加賀屋とかなんか名前が出ててやってたんですけど秋山君とかね花子のなんで一応 k ー p r o がやってたから k ー p r o の小島さんに「漫才町って言っていいですか?」って軽く言って「 うんみたいな感じだったからつけて「漫才待ち」っていうのうんって言ったんかあみたいなもうクソ忙しい時にさらっと逃げたいやでもまあわかんない「うん」って言ったと僕は本当に思ったけど後に「小島さんがなんか言ってましたよ」っていうのあったけど「漫才待ちって井口くん何?」みたいなそのあったけどまあまあ名前だけ拝借してでも「漫才待ち」ってつけたからには漫才師に来てもらうしかないじゃないですか別に内容は。 実は漫才のこと話しませんでもいいけどまあダメだけどねそんなことしちゃでどうしようかなと思ってちょうどストレッチーズのカンターねいたからまあそいつに声かけて「俺ぜひ出してください」みたいな「あいつ漫才すごい好きだから」でまあ中田もちょっと呼ぶかと思って中田呼んででストレッチーズとサスライラビーって同期で太田プロでもう一つ宮下草薙っていうやつも同期でああそうね だっったら草薙呼ぼうと思って、うん、で太田プロと3人同期だし、うん、まあそのセットの応援してる方もいて集客も増えるかもしれないしあとそのカンタと中田は学生お笑いすごいやってそこでブイブイやってたやつで,、うん、で草薙には学生お笑い出身じゃないんだよ珍しく。 でも草薙がパッと今テレビとかに出てるみたいなのの,なんかその構図結構面白いなと思って僕も学生オーライじゃもちろんないですからそういう話もできるなと思って結構事前に聞いたらいろんな展開が考えられるねここで結構やっぱ言ってるからかどういう話してほしいですかって事前にアンケートみたいなツイッターとかで撮ったらその学生オーライの話とかどういう感じがしてほしいですみたいなだからあそれしようと思って。 ライブそしたら草薙がまあちょっと「いやちょっとそのドキキは」みたいな感じになってた時に隣に高倉さんがいたんだよ、うん、その楽屋に。やばいな。<laughs> いややばかないんだけど、うん、高倉さんが「いやいや俺空いてるよ」みたいな「うん、うわ」と思って「いやいやまあまあな。ああそうですか」みたいなまあ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 。 漫才のことを喋るんだろうとか一番向き合っとる人だろ一番漫才に向き合ってるんですよ高倉さんがうん、うん、でも、うん、その、うん、なんていうのそのカンタと中田とこう草薙のまあフレッシュな感じで行きたいっていうのもあるよな、うん、後輩だしねそのキャッキャしたい僕のイベントだし、うん、高倉さんが全部空いてるよみたいな渋柿みたいなそんな言い方すんだよ <laughs> お前が悪口言ってんのバレるぞ <laughs> でもまああのちょっとまあ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 言ってつまあじゃあ本当に来てくれるんすかみたいな言ったいや行くよその日ちょうどベッキーママと飲んでるから新宿でそれ終われて時間も合うしみたいななってまあまあじゃあぜひぜひみたいなってベッキーのお母さんと仲いいんでね 高倉さんがね仲いいんんですよ高倉さ,ん高倉さんベッキーのお母さんと仲いいから家の草むしりしたりするらしい,、ね、いやそれぐらい仲いい、はい、でもベッキーのお母さんも、はい、やっぱストイックな人がじゃなきゃ好きじゃないらしくてああそうなんだもうその四郎さんとかはダメだしい、えー、今はそこにそのだから高倉さんとかみたいに本当にストイックにしてる人が好きなんだってそうなだよ、ねうん やっぱ本当にストイックじゃん高倉さんなんてねまあ本当ですよそれはで終わってから来るってなったんですけどなんか結構来なくて一部僕がバーッて喋って休憩入って行ったら高倉さんがいてそれ以上にんか飲んでるなというか「高倉さんいつ来たんですか?」って言ったら「いや今でしょ」って言った瞬間「うわこいつやべえ」と思って「あれ?」と思って聞いたらベッキーママと飲んだ後まだちょっと時間あるからってバーに行って。 そのバーの中にもソルジャーがいてその話したらみんなで来るって言ったからさとか言ってバー閉めてきたんだよって6人ぐらい引き連れてきてああすげえかそうそうそうありがたいんですけどねバーで飲んでるからよりこう酔っ払ってもいて濃いの言ったんだろうなそうそう完全に今でしょの時に判明してな酔ってるこいつとそれはやばい絶対にやばいが絶対にさんが絶対シラフじゃやらんことそうそうでも結構おかげでこうね あのほぐれた感じでいろいろ言ってくれたから<ー>結果良かったは良かったんですけど、えー、あのすごい飲んでました、ね、<laughs> <laughs> すごい飲んでましたすごい飲んでましたでも楽しかったよかった先輩いたことでやっぱ閉まる部分もまあまあねあ,のあったしね草薙が来なかったからあいつはダメですけどえなんで来んかったのあのい嫌ですっていやちょっとそのネタ作りがみたいになって、うん 作りっていや今度ちょっと収録があってネタサンドっていうやつが同じ回じゃねえかよと思っておったかなあいつそうそうでもまあまあしょうがないですからねほかにもなんかいろいろあったんでしょが本当に嫌だったかまあ嫌は嫌だったんでしょうねお前すごいいじるが草薙君のこといやいやそんないじってはないよいやいやお前いつも前出すがあの子いやでも草薙は草薙であいつのちょっと草薙事件もあってうん ネタサンドの日に、うん、僕が収録に向かって歩いてたら、うん、目の前に草薙っぽいやつがいたんだよ駅に、うん、で近づいたら草薙だったんだよあ,<ー>あ草薙だと思って、うん、そしたらなんかやっぱあいつも気まずそうに、うんあ「トークライブ昨日どうでしたか?」みたいな「うん、おい思い来ないからもうんだよお前」みたいな「まあでも盛り上がったよカンタとか出てくれたから」みたいな「ああそうですか?」みたいな「カンタ声出てました?」みたいなって。 カンタトークライブで声出てなくて飛んじゃってて、まあ、花粉症かなんかとか言ってたけど、うん、あの出てなかったんで声が、うん、あそうやそうだと言ってあ,あの後とライブだったらなんかカンタ声出てなくて、うん、ねやっぱトークライブでみたいな,な僕のせいみたいな空気出してきたあいつ <laughs> 何の僕のせいみたいな空気出してんだよと思ったけど、うん、いや会った時からもう声出てなかったよみたいな感じで話してああまあでもカンタもその声強くないのど強くないですからねみたいな。うん いや俺も強くないんですよ井口さんが異常なんですよ喉強くてみたいなまあ確かにトークライブやっても声でなくなることないもんなみたいな話してでも結局僕が言ったんですけど結局そういうのより深夜にオールでカラオケしてる時が一番喉って疲れるからねみたいなあれを越す負担ってないよなかなかみたいな話をして終わったんですよで次の日別のライブでカンタとかに会ったら声大丈夫だったみたいな話したら。 「いやいや大変でしたよ」みたいな「ってなんで?」みたいな言ったら「いやあの実はトークライブの前日に草薙とカラオケでオールしてて」って言ってう <laughs> あいつのせいだったんだよだから僕は知らずに言ったけどあいつからしたら「あれ井口さん知ってんのかな?」みたいな感じになったから今考えたら僕カラオケの話してた時あいつ急になんか <laughs>「みたいなってそのやばい」みたいな怖いだろなんか偶然ですけどね カララオケのののせせいいいににさされたなけん井口トークイブしたてきた可能性あるんだよあいつで僕が知らずに言ったから釜かけたようにあいつがしたら恐怖の時間だよやばいやばい知ってんのかこの人みたいないや面白かったちょっとぜひまたね次やるときは草薙にも出てもらっていやね見たお客さんもいるでしょうしまたちょっと学生お笑でもみんなに言われたななんでお前が学生お笑いのイベントをやるんだっていうちょっと本当に面白いからやってみたいそれをちょっと次回考えてますんでまた来てくださいお願いします 平日毎日口を更新していますウエストランド井口の。